マリア・テレーザ・マッタ・レーナ・ディボル・ボイ・コールデ・デシチリエは、両シチリア王国の旧王家ブルボン・シチリア家の女性で、ドイツのホーエンツォレ・ルン公、ビルヘルムの最初の妻。ドイツ語名は、マリア・テレジア・ホン・ブルボン・ジツイリエン。両シチリア王国最後の王・フランチェスコ2世の異母帝、トラーニ・ハク・ルイジと、バイエルン公、マックス・ヨーゼフの娘・マキルデの間の一人娘として、 両親の亡命先であるスイスのチューリッヒ,ヒ、エンゲ地区の邸宅、ベネツヤ館で生まれた。マリーア・テレーザは家族からドイツ語の愛称、メイディで呼ばれた。母方のおばはオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフの皇后エリーザベットであり、マリーア・テレーザは皇帝夫妻の末娘で一歳年下の10枚であるマリー・バレリー大皇女とは生涯を通じて親友だった。 1889年6月27日に、ジグマリン現状において、ホーエンツオレルンジグマリンゲン公尺家の四次公子、ビルヘルムと結婚し、間に3人の子供を設けた。この縁組により、ホーエンツオレルン公家は、ハプスブルク家やビッテルスバッハ家とも、親族関係を築くことができた。1905年、夫がホーエンツオレルン公尺家の家督を継ぐと、 マリーア・テレーザも、ホーエツォレルン公爵夫人となった。マリーア・テレーザは、長年脊髄の病気に苦しみ、医者はすべてさじを投げ、気候に配慮した手厚い看護も病気を解放には向かわせなかった。おそらく多発性硬化症だったと考えられている。彼女は夏は、大抵バートテルツで過ごし、冬は、カンヌへ療養に出かけた。ジグマリンゲンにある公爵家の居場は、 高い位置にあるため、彼女の体に良くないとされたのである。オット・ヴィル・ヘルムは、療養先にしばしば妻を見舞い、子供たちも休暇には常に、母親の下で暮らした。マリーア・テレーザーは1909年に42歳で、没した。オット・ヴィル・ヘルムは1915年、バイエルン王女、アーデル・グンデと再婚した。ありがとうございます。